レッツゴーキューピーバラの皆さん、こんにちは。キューピーこと関正です。今回はちょっと声張っていかないと、クリちゃんに怒られるとね。今回ですね、私の公開処刑でございます。はい。はい、ね、はい、その処刑人は、日本シャフト第2営業課課長、栗原一郎さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、ということで、はい、前回ですね、はい、まあ、ティーチプロ選手権、はい、残念ながら落ちましたよって話ね、うん、理由なんかに迫ったんですけれども、はい、まあ、理由の大半を占めてるのは、栗原さん曰く、うん、セッティングのせいじゃなかろうかと、うん、でいうことで、別コーナー設けさせていただきました。はい、はい、まあ、一応ですね、私の今回使ったセッティングっていうのをご紹介したいと思います。はい、それがこちらでございます。はい、まあ、バーっと言ってきますと、ドライバーは結局変わらずですね、うん、ローグ ST、MAX LS、はい、これ9度を10度に、はい、してるモデルです。うん、シャフトはレジオフォーミュラー M プラス、はい、6号の X です。はい、はい、それに、スプーンはブラッシーですけど弾丸7、はい、入れました。はいはいはい、これに、レジオフォーミュラー M プラスの7号の S、はい、これをチップカットして、はい、入れております。うん、まあ、ちょっとね、ヘッド軽いんで、少し多めのシャフトを入れたっていうのは経緯ですね。うん、そして、ここちょっと変えました。はい、プロギアチューンの4番ウッド入れてたんですけど、うん、距離がちょっと飛ばなくて、うん、思った距離がね、うん、だからちょっと内角調整できるんで、うん、後でロフト差し替えてみようかなと思ってるんですが、それを変えて、うん、ムジーク、オンザスクリュー、はい、ディディヘブンの7番ウッド、うん、これをロフト1度立ててます。はい、ですから、都合19度なのかな。19度、はいはい、これに、レジオフォーミュラー、うん、M、うん、これの、7号の S かな、はいはい、これを、チップカット1インチ、はい、入れまして、ほぼほぼ先を浮かないような形の、モデルにしております。うん、で、その次が5番ユーティリティですね。はい、5番ユーティリティは23度になるのかな。うん、プロギアチューン、ゼロユーティリティ、はい、これに、ゴースト、うん、モーダスハイブリッドですね、はいはい、のシャフト、これは S ですね、うん、S フレックスのものを入れてつなぎを作り、シャフト汗、アイアン、うん、アイアンは、マスダゴルフ、うん、HC01、はいはい、まあ、ハーフキャビティですね。はい、これに、モーダス3ツアー120の S、はいはい、これをクリーチャー作ってもらったんですね。はいはい、入れていきます。うん、まあ、これにした理由はスピン量が多いこと、うんうんうん、しっかりスピンをかけて打つと、いうことをしたかったのでこちらのモデルの方にしました。はい、これは成功だったかな、おおむね。うんうんうん、で、その下が、50度、はい、これがマスダゴルフさん、はい、M425S ですね。うん、S の方の、PA、はい、PA、これを、ロフト寝かして使ってます。50度です。うん、で、下の54度、58度は、M425 ですね、うん、はい、のちょっとプロトタイプになるんですけど、ヒールが削ってあるやつですね、のモデルになりました。はいはい、セッティングは以上です。はい、あっ、バレた。13本目までしか行ってないそうなんですよ。うん、あのね、うん、マスダゴルフさんのネオマレット、はい、使ってたんですよ、ずっと。はい、で使ってたんですけど、うん、ヘッドちょっと重くてですね、うん、でちょっとね、こう勝手にポーンって打っちゃう感じがあって、うん、オーバー気味の出てたんですよ。うん、あれちょっと怖えなと思って、はい、でなんかちょっとこう、なんだろう、軽めのというか、まあ、一般的な重量のものを、はい、使いたいなって思ったんで、はい、今回ですね、直前で使ったパターが非常に調子よくてですね、はい、テーラーメイド、うん、スパイダー GT、うん、という、ね、はい、パターがあるの知ってます？あ、知ってます。いいパターですよね。うん、いいパターだと思います。重心がね、はい、浅くでも完成モメント大きいというね、はい、まあ、ちょっと L 字のスラントネック入ったのを使いまして、はい、はい、うん、私からは以上です。うん、はい、どうですか？
いや、あのね、いいと思うんですよ。その例えばユーティリティを7番ウッドに変えたりとか、しかも7番ウッドも6番ウッドぐらいのイメージになってますよね。そうですね、うんうん、でアイアンもずっとほら中空とかね使って、はいはいはい、スピン足んねえスピン足んねえってこう足りないところを補う改善をされて、はいはい、試合に向けて取り組んで来られた、はあはあ、アイアンまで、はいはい、まあ、上ちゃんもねもう不動の、ね、まあそうですからね、はいはい、試行錯誤でね、あーこれは今年はいけんな、これは安心して見てられんなと、うん、いいんだよなんだよ本当になんだよ、完璧でしょ、違います、なんだよ、まあそれそうなんですよね、やっぱりねヘッド軽くねしたくなるタイミングあるんですよね、パターは特に、はいはい、あのこいつのことですね、そう、はい、こいつのことですね、うん、はい、どうぞ、はい、ね、なんかこうパッとねこう構えて、こうね、まあ、増田さんのとね似たようなイメージがね、はいはい、そうですね、まあ、ヘッド重量も軽く、はいはいはい、ってやって火を吹かなかったあのですね、うん、なんなら水が出たぐらいで火が消えましたからもう本当にびっくりするぐらいでしたよ、はい、結構巻いてるんですね、もうあの中下巻きあの7枚ぐらい巻いてちょっと細かったんで、はい、いろいろとやってるんですよ、これがどうだったんですか、これがどうだった、全然ダメ本当ダメもうねこうあー失敗したかなって思うぐらいでもね、うん、自分が思ってるところには打ててたんだよね、まあ、読みが悪かったんでもね、あのね、うん、本当思うんだけどいいパターと入るパターは別ね、そうでしょうね、ああだってすごいめちゃくちゃいいパターじゃないですかね、あ、はいはい、ね、あれっすよね、ヘッドしか褒めませんよね、うん、さっきから、うん、それそうでしょそれそうですよ、これですかだと思うんですよね。で、あのね、これ、ここ、ほら、これ、みんなね、模様だって思ってますけど、これね、こう、ちょっとなんつうの、筋が入ってて。昔のパターンによくあったやつ、ね。これね、飾りじゃないんですよ。ここ、剛性がすごいね、高まるんですよ。あ、そうなんですか。硬くなるんですよ。ここに剛性感が出てくるから、まあ、重量とかね、そういうまあヘッドの違いももちろんあるんですけど、そこのストロークのフィーリングがだいぶ変わるよね。大きく変わるよね。なるほどなるほど、はいはいはい、うん、まああのなんですかね、まあ主要のドライバー、うん、アイアンというのはまあそんな変わらず来たじゃないですか、はい、まあ、これですか、じゃあ一つの要因としては、うん、やっぱまあティーチングプロでありクラブフィッターでもある関正志プロ、はい、なぜこのパターのヘッド変えるの別にいいと思うんですよなんでちょっとさシャフト一本愛してくんないっていう一言がなかったいや悪いかなと思ってパターのシャフト入れ替えてくれなんて申し訳ないかなと思った、大事です、ね、そうだよね、うん、そりゃそうだよね、そうですよ、だってこれ、うん、まあ日本シャフトじゃないですけどこういうシャフトがあったりとか、あとカーボンとねこうストーカーがあったりとか、まあ、クラブメーカーさんがそれだけやってるってことはここがいかに大事かってことじゃないですかそうだね、うん、そうか、確かにそうか、すいません、はい、あの今日これ持って帰ってもらっていいですか、すいませんリシャフトしてください、スキル直してね、はい、まあでもそうなんですよ、ずっと日本シャフトさんの、うん、あのパターのシャフトのフィーリングに慣れてるから合わせなきゃダメだったのかもね、なると思いますよ、やっぱりね、変わるんで、でヘッドが例えば増田さんのはラングラムで、でこれこういう感じだから、ちょっとこれでなんかうまくやってくんないっていう一言になってたけど、いやだって俺ツアープロとかじゃないから申し訳ないなと思ってなんかそういうの頼んじゃよくないなと思ったの、じゃあ頼んでいいのじゃあ、そうっすよ、あそうだってこう去年も動画残ってると思うんですけどね、去年もパターが敗因だったはずなんですよ、
そうだそうだ、うん、そうだね、うん、確かに分かったもん。1年かけて応援しますよって言ったんだから。なるほど、そうだね、うん、何セットかね、アイアンとかウェッジもこうね、あの私がこう組み上げてこれもね、そうこれもね、はい、やってまた今年もこのパターン、また怒られちゃったいや、はいはい、本当そうなんですよね。だからこう、まあ、日本シャフトのシャフトにしなさいよってことじゃないですけど、やっぱこう見てる方もパターのシャフトがね、うん、やっぱこう大事だよっていうのを知ってもらいたいかな、うん、この関プロの失敗をね、はいはい、ね、お伝えできることはそこをしたね、はい。まあ、あの栗原さんがね、くしくもあの、はい、ご自身のセッティングの話をされた時に、はいはい、自分が調子いい、ものを使うといいよっていう話があってね、まあかけ離れちゃいますよね、確かに、ね、そうですねでちなみに僕はね、自分のこうパターンのシャフトって決めてるんですけど、はあ、これが入らないパターンは使わないようにしてる。なるほどなるほど、このシャフトで合わないものは使わない。そう、なんかこう曲げのね、ベントのパターとかも使いたいんですけど、うんうん、僕のために工場とかね、シャフト曲げてくれないから、うん、必然的にピン型かセンターかってなる、まあ、それぐらいこだわってほしいですか ね、うん、あの以前ですね、うん、日本シャフトさんのコンテンツでですね、あのパター用のシャフトを取り上げてますんで、はい、ぜひそちらの方をご参考になさってですね、そうですね、皆さん、はいはい、うん、パターもシャフトが大事なのよっていうのを私が今回身をもってお話ししたという形になりましたが、他のセッティングいかがですか。いや、もう素晴らしい。いいですか、はい、いいですか、ですか、はい、なれば、はい、今回はパターのシャフトが良くなかったと、今回も、うん、はい、ということでございました。はい、はい、じゃあ一応ですね、はい、そのもう踏まえてですね、はい、来年のティーチングプロ選手権に向かってレッツゴーで締めてよろしいですか。はい、向こう側に向かって締めます。はい、行きます。はい、それではパターのシャフトを一新しまして、はい、来年のティーチングプロ選手権に向けてレッツゴー。